私と共に海辺に行きたいか？なら少し目立つように頑張れよ。でないとみんなの目はこのリットリオが独占してしまうからな。指揮官、来たか。今日の私は太陽よりも輝かしい存在だ。ベネト？あまりあいつに期待しない方がいい。いや、水着のことじゃない。あいつ丸一日使って砂のコロッセオを作っちゃうタイプだよ。この世には2種類の人が存在する。このリットリオの水着姿に心奪われる者、そして今にも心奪われそうになっている者だ。指揮官、あなたはどっちだ？地中海の夏は美しいものだが、喧騒さならこの海の方が勝っている。何、私の魅力をより多くの子に気づかせられる、こっちの方がお気に入りだ。何、ベネトのやつビーチバレーに参戦するだと？サディアの意向に泥を塗らないよう助けてあげなければ。水着姿で自分の魅力を最大限に表現する、最高だと思わないか、指揮官。指揮官、私の魅力に惹かれたのはわかるが、ま、今はこんなことをしている場合じゃないだろ。指揮官、すべての任務にはそれ相応の価値がある。つまり真面目にこなしておくべきだ。違うか？次は上層部に連絡してくれよ。この程度の報酬じゃこのリットリオを満足させるには程遠いとな。私への手紙が指揮官宛てのより多いんだな。ふふん、サービスとやらをくれてやろう。指揮官、どうだ？すまない、指揮官。あなたを推し進めるつもりでいたが、どうやら私の存在がかえってあなたの邁進を止めることになったな。私のサインが欲しいのかな？他ならぬ指揮官の頼みだ。特別に無料でくれてやろう。なんてな。指揮官はもっと自信を持った方がいい。何、このリットリオの指揮官を務めるのはつまり世界で一番輝かしい艦の信を得ているということだ。誇らしいとは思わないか？指揮官にはこのリットリオのように輝かしい存在になれる素質があると認めざるを得ないな。これは喜ばしいことだ。何せ私と共に歩める存在は求めても得られないものだったからな。あなたが周りと接している分だけ周りがあなたのことを分かってくれて報いてくれる。だから心配するな。好きなものは追い求め奪い取るのに、私がこのリットリオがあなたを認めるから。なあに指揮官、心配するな。私がいれば委託の報酬は上々に決まっている。このリットリオの真の力を見通せたならあなたのセンスが高い証明になるよ。敵はこちらに迷い込んだのかな。しょうがないな。あなたたちの最大の間違いはこのリットリオに立ち向かおうとしたことだ。負けた？違う、まだ勝っていないだけよ。プリエーゼ、もう少しだ。アリーベデルチ。アリーベデルチ。私の守り、たやすく貫けるとは思わない。あなたたちの最大の間違いはこのリットリオに立ち向かおうとしたことだ。
この世には2種類の人が存在する。このリットリオの水着姿に心奪われる者、そして今にも心奪われそうになっている者だ。指揮官、あなたはどっちだ？